く面白い鳴らし方。今ね、右行ったとこだ、そのホルモン。ちょっとあの200件もヤクザ止めしちゃってんじゃん、もうビップ止めしちゃってんじゃん。駐車庫見てるよ、駐車庫、ほら所轄警受信しました。へえ、あんな駐車庫もろ見るんだ。腕まくってみるんだ。じゃあ今ちょっとね、あのホルモンを食いに来て。もしかして YouTube の、うん、マジあれでしょ、ちょっと寄せるよ。いや、車来ちゃったから。マジあれでしょ、クロさん。マジで本当に知ってんの。僕も結構職質指導員やからね、結構見たりするんですよ。本当、この前もあの一方面のやつ載せとったでしょ。マジ俺有名なんですよ。で、今ホルモン食いに来て。いや、声イケメンで言ってどんな顔してはるんかなって気になっとったんですよ。ちょっと先に太っちゃったけど。いや、で、じゃあそこ今止めようと思ったんだけど、いたずらされたら嫌だなと思って。え、どういたずらされます？そこのホルモン行きます。そこの、なんかパチンコ屋みたいなところの手前になんか出店がいっぱい立ってるんじゃないですか、立ってる。あのガード下のとこ。あ、ヤマキですね。っていうの？ YouTuber 結構行ってるとこですね。あ、そうなんですか。あー、ほんとに。あんまいたずらとかあんま聞かんすよ。いや、今止めようかなと思ったら怖えなと思って。今お前さんがいるから何もなんかもしれんけど、やられたら嫌だなと思って変えようと思ったら、意外と正面ぐらいをかけられるかな。やっぱり。え、何今お前さんさ、腕まくって見させたけど、そんなにやっぱシャブ蔓延してんの？いや、まあそうっすね。僕らが結構薬物狙いでやっとるいうかね。え、さっきあれ210件なんで緊急出してたの？さっきお前さんたちそこにいてさ、210件右曲がろうとして U ターンしようとしてなんか喋ってたでしょ。なんかしょうもない通報が。ああ、そうだったの。じゃあ俺パトカー好きだから、それで210件追っかけて見てたの。うんで来たら200件だけ番かけたから、俺何かなと思って。いやー、もうちょっと会えて嬉しかったな。いや、なんかね、その一方面でね、そのあれ見た時に、うん、そのいや、やっぱりこのサイドのミラー気になっちゃう人いるんすよねって言ってた。ああ。で、なんか、あ、サイドのミラーついてるし。これどう、目立つでしょ、うちの車。どう？車ね、怪しい。これ目立つ、やっぱ。目立ちますね。いや、マジ、やっぱ知ってるんすね。嬉しいっすね。え、でも実際やっぱ多いんすか、検挙は。この辺は、この辺の地区だから。多いっすね。はい、この辺やと。いや、いい。はい、じゃあ、ご苦労様です。ちょっとあの大阪観光来てるんで。はい、お気をつけて。これいくつですか？これなんでコールサインついてないですか？これは台車なんです。おお。前と西成なんですか、ね。あ、そこの警察署も、
前回その一応方面の出した時は西成の公園でとかみんな暴れてたよ。あ、そうですか。うん。やっぱあんなの一年中なんですか。そうですね。まあ今から年末になる。あんだ、じゃあ俺も今日いるって知られちゃったから今日声かけられないじゃんね。どうもご苦労さまです。じゃあどうも。嬉しいです。どうも。です。すごい知ってんだよ。大阪で知ってんだよ俺のこと。で、なんでどっち右行くんだっけ。すげえな。笑っちゃうね。だから今声かけてきたんだね。ションベンぐらいはかけろ。ションベンかけたらたまったもんじゃねえよ、ほんとに。で、あの前に路中しようぜ、あの出玉んと、出玉んとこにさ。出玉のスーパー、うん。いや、すげえ。俺結構人気あんじゃねえの今更だけど。あ、これ皆さん今一応ね、友達乗ってるんですけど、友達あの、動画出るの恥ずかしいって言ってるから、あの、相槌打ってるだけなんだけど。お前、またいつまでも人で喋ってんじゃねえって言われちゃうから、ほんとに。ということでね、あの、ホルモン食べてってことなんですけど、いや、驚いたね。俺結構すごいんじゃねえって思った。うん。あら、なんか、すまん、雨が降ってきてるんだよ。うん、ね、だって声聞いてでも分かるってことは1回2回じゃないわけで見てんな。結構見てんだよあれ。ね、握手しちゃったつってで、とんでもないです。あ、玉でね、なんかパチンコ屋っぽいから、これ出玉って勝手に俺の中でなんか先入観で分かる。文字は読んでないんだけど、もうあ、出玉だなみたいな感じで読んでた。玉でね、あれさっき結果何言ってんだこいつと思っただろうね。もう出玉出玉って言ってたもんね。ね、これパチンコ屋じゃないのね。なんかすごいよね、このなんつうの、この辺一帯がさ、俺が行ってたのなんかもっとこっちの方だったんだよね。こっちの方のガードのやつで、最初あそこに車止めようと思ったんだけど違くて、そうそう、でパトカーが緊急に行って、いや、ちょ、マジ待って、ちょっと待って、雨気狂いそうなんだけど。だって今の警官、今のさっきか、さっきの警官なんてもう満面の笑みで話だからね。ねえ、ああいうの見るとまあ嬉しいなとは思うけど、ねえ、見てくれて嬉しいなと思うけど、でももうああなっちゃった時点で、なんかいや俺の中でのそのあれはなんか変わっちゃうんだよね。そのなんていうんですか、リアリティっていうか、まあ違うな、リアリティっていうか、もう知っちゃってる時点でそこでさ、あれじゃないですか、その動画のあれがちょっと何が言いたいのかよくわかんないですけど、うん、うん、で俺もそれよりもこのちょっと小雨がちょっときついんですけど、これこれまた帰る前に車洗わなきゃいけないの。この先一般道事故多発路線です。ふう、うん、なんかあのさっきの風景見てると、なんか真っ昼間からおもむろにこうやって腕まくってさ、ねえ、注射の後見てさ、破りかもしんねえ。そんだけだからあれなんだなと思うね。あとその西成警察署、そこの前だってなんか鉄格子みたいになってたよ、あの入り口が。いや、しかしこの雨気狂いそうだな。降るねえかこの雨。いやもうね、降るなら降ってくれ、本当にこういうのが一番困る。これもそうだ、玉で。これ知らない人もいたらパチンコ屋かと思うよね。ね、ふう、あれもしかしてつって、あのカンナナのドンキーでしょじゃねえか、展開が。あれ、この声はもしかしてなんですね、あれも。なんだかなと思うよね。なんだか今15万人ぐらいいんだっけ、俺。すごいよね、声で気づくってよっぽどだからね。
うん、でもあれだよね、あのさ、その職質、その歩いてる人にかけた時はもうもろシャブ疑ってるわけじゃん。ちょ腕見せてよっつってね。でもね、こっちに来たらね、あんな満面の笑みでさ、握手までしてさ。いや、あの警官ね、もうあの俺が駐車場入った時点でなんかすげえこっち見てたから、あ、声かけてんだなと思ったんだよね。うん、で助手席から運転席から隊員が出てきて、さ終わりますよって時に、ちょうどあの隊員と俺が出てくるのが勝ち合って、なんかこっち来そうな雰囲気だったんだよ。でもあのさっきのやっぱ駐車場には置けない、立ちションベンぐらいされるんじゃないですか、ションベンかけられるんじゃないですかって。とんでもない街だな本当に。この先一般道、シートベルト待ち伏せエリアに注意してください。でもあれだよね、だからほら、まあ、横浜なんかでもさ、ほら、まあ、あのドヤ街って流れるわけじゃないですか、ザキの。やっぱちょっと違うよね、規模がね。あら、俺こっちでいいのか、ほら。まあ、ということでね、まさかの、本当にまさかのリスナーでしたね、西成の。このね、いろんな人と戦ってる警察官がね。はい、じゃあお疲れちゃんです。